皆さんお元気ですか？カカジーです。今日はここね、これなんだろう、川川だけど、見てこの透明度、ほらすごいね。魚メートル見えてない？うわ、これそうじゃないの？これ泳いでるの？これそうじゃない？あ、そうだね、魚ちゃんだね。あ、違う、あ、キラッとした。はい、ということでこれはどこかというならば、なんとなんと奈良は山奥に来て天川大弁財天様の神社へやってまいりました。はい、先ほどねこの参拝を終えて、もう中はね撮影禁止なんで、たもとを流れるこの川を映像としてご報告をしようかなって思った感じですよ。それではまたお元気で。皆さんお元気ですか？どこいしょ、カカジーです。はい、ということで映像を見ていただきましたか？強行軍で一気にね関西方面回ってきましたよ、いろいろなところでね。今回の主なメインは、呼ばれないとたどり着くことができないと言われているあのパワースポットですよ。日にちの都合的にも行けるかどうか分かんなかったのよ。もしかしたらダメだったかもしれないの。でもね、向こうからおいでおいでって言ってくださるようないろいろな流れがあって行けることができました。いや、ほんといいとこだった。帰りながらね、今またすぐ行きたいなって思うぐらいいいところでしたね。なんかあの辺に住んでみたい。ってことでね、まず不思議体験。そうです、動画タイトルにも書いてあるように不思議体験ですよ。いや、あんなになったの初めてかな。なんかね、パワースポットと呼ばれるような神社仏閣はちょこちょこっとお参りさせていただいてるんですけども、あの天川大弁財天様のところで3回ぐらいね不思議なことあったのよ。一つは入り口そばにあるお稲荷様、最初にそこをお参りしたのかな。その時にね、ふわーってめっちゃ体が軽くなって宙に浮くみたいな、いやーこえちょっえ飛んじゃうんじゃないのみたいなぐらいなふわふわ感、え
ラリってた？いや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 、しっかりしてましたよ。で、その2、お社が5つぐらい並んでるエリアがあんのね。で、どこのお社がどなたなのかってよくわかんないまま、端からこう順番にお参りさせていただいて、ご挨拶させていただいたのよ。したらど真ん中のお社をお参りさせていただいてる時に、ふわーって、あのお稲荷様の時はふわーってこう浮くような感じで、この真ん中のお社の時はなんかね、自分の体と意識がずわーって広がる感じ、ふわーって、あれなんだこの感覚、なんじゃこれはと思ったら、どこが何の神様なのかっていうのを改めてちょっと見に行ったら、なんとあの天照大御神様ですよ。天照様でしたね。と思って、そんでラストですよ。朝のね、7時ぐらいに到着したんだよね、天川神社さん。で、毎朝7時半ぐらいに朝拝ねっていう朝の、なんだろう、お参りみたいなのが取り行われてるらしいんだけども、いや、これに間に合ったっていうのもね、やっぱり呼ばれてたねっていう感じがあるね。時間的にね、まあ、間に合わねえだろうみたいな感じだったのよ、移動的に。いやー、素晴らしいっす。で、椅子が用意されてて、そこに座って、で、神主様がいらっしゃって太鼓叩き始めて、したらその時ね、あたすの左腕の袖をさ、ピッピッピッってなんか3回ぐらい引っ張ったのさ。で、あれと思って、隣のなんか座ってらしたご婦人が、なんかちょっとおじいさんなんか出てますよとか、そういうなんかあれなのかなって思ったんだけど、パッて見たら別にそのご婦人も別にこっちを引っ張る感じもやってなくって、何よりね、椅子と椅子の間がやっぱりソーシャルディスタンスで空間空いてたのよ。あ、腕なんか届かないよなそれな、みたいな。いやー、なんだろうねみたいな、ドーンドーンドーン、ピッピッピみたいな、あれなんなんだろうね。いやー、よくいらっしゃったねみたいな感じ、ねえねえねえみたいな。いやー、すごく不思議体験。いやいやいや、まあそんなこともありながらね、あのいろいろな芸能人の方々の札で有名な車崎神社さん、まあそんなに近くもないんだけど、東京に帰るぐらいだったらいろいろ寄っちゃえってことで寄ってみたんだよね。いろんな方の名前があって面白かった。バイオリニストとか、あとね、なんだろう、あ、占い師さんとかもいらっしゃったね。で、画像でお見せした大御所の芸能人の方々とかね、水戸黄門で一枚こう札を置くとかね、すごいよね。帰りながらね、思ったのよ、かかじい、一応ほら YouTube 的なことやってるから、 YouTuber かかじい、かかかチョップみたいな感じで玉札をお願いして納めてくればよかったかなって今になって思ったんだよね。いや、次回行くときはぜひかかじい、かかかチョップみたいなね、 YouTuber で札、そう、 YouTuber の方も何名かねお見かけしたんで、私も次回行くときはお納めしてこようかなって思いますよ。はい、それからぐーってさらに東へ移動して、あのクーネル・マルタヌーボーという漫画でご紹介されている、それで48話だったかな、紹介されている山の上にあるケーキ屋さん行ってきたのよ。したらね、もう本当にまだ今時期じゃなかったからちらほらだったけど、バラがあっちこっちにね、バラのあのアーチのあるじゃん、あれにオベリスクとかか、あれにこうちゃんとね、健康そうな苗がいっぱいね、株がね、いっぱいね植わっててね、その下にはアジサイとかね、あとハーブがね点在して、グラウンドカバー的にハーブもねあちこち生えてたね。で、奥の方とかにはブルーベリーとかね、キイチゴとか、その辺も収穫時期には収穫してソースに
ね、ジャムとかソースにしてるみたいですよ。それが多分チーズケーキに入ってたベリーソースのものだったんじゃないかなと思って、すごくフレッシュで美味しかった。あのケーキたちがねすごいのよ。あれ画像に撮ってないのでもあと3つぐらい食べたんだよね。食べ過ぎでしょって思うんだけど、あの日全然ご飯とかも食べてなかったんで、あれが最初の食事みたいなもんだったかな。どのケーキもね味の多層構造で、ケーキによって最初にガツンって味が来てから後から別の味がふわふわふわってこう続いていくのもあれば、あのチーズケーキみたいに最初一口食べたらおわーんってまろやかに柔らかく広がってふわふわで広がった後にどんどん味が変わっていくようなね。あれベリーソースつけて食べてると、最初にベリーソースの味がガツンってきた後にふわっというふわふわのチーズケーキの味が続いていくって感じかな。そんな感じでね、ケーキによって味の出方はいろいろ様々でね、でも多層構造で一口の中でいろんな味が時間軸的に楽しめていくっていうね、あのケーキを作られたご主人はやっぱりねめちゃめちゃ頭いいと思う。あんなケーキ食べたことないよ。かかじ甘いもの好きなんでケーキもよく食べてんだけど、あの多層構造はねすごい、近くにいたら本当に通い詰めちゃう。ってことでね、ラ・プロヴァンスさんの Google マップのレビューにもレビュー書かせていただきました。はい。でその後にちょっと帰りがけに道の駅に寄って買ったのがこちら。これはねその前の別の道の駅で買ったやつですね。じゃあこれから行こうか。これから、はい。これが何かというならば、なんと黒滝村さんの原木しいたけということですね。あ、吉野道だね、吉野寺。これ確か天川さんの後だったかなに寄ったとこだね。見てこれ300円、税込み。このサイズのしいたけの原木が300円で買えるとか恐ろしっす。でこっちにほら菌糸がちょっと回ってて、杭みたいなのはしいたけの菌をこう入れた感じだね。これを、まあ、湿らせて霧吹きしてビニールの袋に入れて湿度を保ってって感じかな。さあこれはまた椎茸ちゃんがもし出てきたら動画でご紹介しようと思いますよ。今のとこどうなのかなって思うんだよね。環境がうまく提供できるか分かんないんで。はい。それからそれからこちら、でーん、すごいね、すごい箱、キラッキラで、奥飛騨、奥飛騨の淡麗純米吟醸ですね。岐阜の地酒屋さんだね。結構ねこれが評判良かったんだよね、レビュー見たら。でパッケージもかっこいいじゃん、青のキラキラでさ、すげー。はい、中身を見てみましょう。お、こっちも奥飛騨って書いてあるね。よし、せーの、でででん。お、かっこいい。もういいね、ラベルも。お、かっこいいね。ほほー。あ、そう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 、奥飛騨 BK 淡麗純米吟醸ブルー、どの飲み方もいけますっていう。缶もいけるんだね、へー。やや淡麗やや辛口、楽しみ。ってことで第1回の酔いどれライブ配信はこの子で行こうかな。用意してたお酒は実はあったんだけどね、そっちは第2回、いいね。いやたまらん、はよ飲みたい。よし、さあラスト、はい、はい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 。ということでこの袋の中身は、そうです、最後の道の駅。最後の道の駅って違うよね。最後の道の駅はあれだ、諏訪湖だ。あそこは全然ちょっと寄っただけだったね。でその前の市の織部、裏手に陶器のメーカーやアトリエが立ち並んでましたよ。工場見学とかしたかったな。ちょっとね時間が遅めになっちゃったんでね、そういうのも調べないで買い物だけして帰ってきましたけど、いやこれがねいろいろ良かった。まずはこちら、じゃん、山椒のすりこぎ棒ですよ。 17.5 センチ、いろんな大きさがあってね、まあ
程よい。うん、まあなんかいろいろ使えるかなって、でかくもなくちっちゃすぎずっていう感じで、でこの山椒のすりこぎね、ずっと私欲しかったのよ。どうやらこうこの山椒の木ですりこぎですると、この山椒の香りが足されて風味が増すってことで、普通の棒よりもええでっていうことで、ただね売ってるところ通販であったんだけど、だいたい送料別で、送料だけで500円とかしたから、これほらこれよりちょい高いぐらいで、ネット通販だと5、600円とかかな、それで送料込みで1000円超えるっていうと、そこまでしてって思ったので、もうこれ見た時歓喜だったね。売ってる、しかも安いみたいなね感じですよ。これぐらいと1000円ぐらいしたかな。うん、めちゃめちゃ良心価格。ほいで残りはこちらです。ダーン、そうです、陶器めちゃめちゃ買ってきました。開封の儀取り行います。あ、これあれだ、ハサミいらんかった、ハサミなんかいらんかったんや。このさ、見てこのこの梱包素晴らしすだよね。全然動かないの、なんか割れる心配ナッシング、ガチャガチャ言わない、しかも持ちやすい、持ってもぐらつかないっていうね。これがね、鮮やかな手さばきで、あっという間に梱包終わってんの。お会計終わる前にね、もう梱包終わってた。すごかった、もう見惚れた。このね、道の駅市の織部、このここでね、ぜひ陶器を複数枚買って、ここの方の梱包の手際の良さにね、見惚れてください。さあということで、改めてまして、開封の儀取り行いますって。うん、いやこの梱包を解くのももったいない気がするぐらい鮮やかだった。よし、ありがとう、おかげで破損もなく持って帰れましたよ。はい、まずこれからいきましょう。じゃじゃじゃん、ドーン、すり鉢6寸サイズだね。6寸サイズ720円、これも安いよね。ほらサイズ的にドンピシャ。これでもうなんかね、山椒の風味たっぷりの何かをすれるっていうね。まずはごまからかね。いやーたまらん。さあ、おいったらこれね、同じシリーズ、これからいこうかな。せーの、ダダダン。これご飯食べたり、ちょっとね大きめのが欲しかったのよ。でもうジャストサイズ、このサイズがいい。あとほら、つけ麺のつけ汁を入れるやつね、ドンピシャじゃん。でこれの今回はどういうのを買ったかって言ったら、でん、あらかわいい、ジンベエの一膳丼ってことでね、ほらジンベエちゃんとかいろんなお魚さんが、うわーおかわいい。でこう表面処理見て、ほら表面処理すごいよね、これ。ほらこんな感じで凝ってるの、凝ってて、しかも身の焼きなの、ジンベエザメすごいね、ちゃんと身の焼きジンベエザメ、かわいい。サイズもドンピシャで、もうこれ大活躍になりますよ、うちでは。はい、よし、ということで同じシリーズと言っちゃったので、このお皿もじゃんちょっと待って、これ実は開封が3日ぐらい後なのよ、現地に行ってからね。早く使いたかったんだけど、ちょっと撮影する時間がなかなか取れなかったんで、やっと使えると思って久しぶりにお皿見たけど、かわいい、買ってよかった。はい、これも表面処理がなされてて、いやかわいい。裏、美濃焼きジンベエザメ、見てこの値段、240円ですよ。4寸の浅い鉢で、うん、さっきの一膳丼もほら460円っすよ。これね、なんか美濃焼きでいろいろなお店とかで見た記憶がないので、そんなに数出してないんじゃないかな。このほら表面処理が複雑なんで、なんか全国にダーって出荷するほど数作れないから、道の駅で販売してるのかなって気がするんだよね。いやいやいや、かわいいかわいい。さあラスト、じゃじゃじゃん、そうです、ジンベエちゃんシリーズラストの四角 6.3 寸のラーメン鉢かな。
620円だ、安いよね。このサイズのラーメン鉢買ったらやっぱ1000円ぐらい普通ねいっちゃうので、でもちゃんと国産の美濃焼き素晴らしいっすわ。横のラインも可愛いね、ほら一筆書きみたいな、ふわって書いたみたいな、ほえーたまらん、めっちゃ可愛い。これぐらいのサイズのラーメン丼も探してたのよ。なんかポンと寄った道の駅で買いたかった器が陶器が買えた感じ。すりこぎ鉢もすりこぎ棒もすごい。あーということでね、素敵な旅でした。最後の買い物もね、思わぬサプライズでしたよ。うちではもうこれが大活躍すると思いますよ。そしてこれは無事に椎茸が出るかなっていうところですね。はい、ということで今回は不思議体験、呼ばれないとたどり着けないあのパワースポットへ行ってきたらいろいろすごいことがありましたでした。はい、シークンドを極めましょうね。そう、カカジーは旅だって、シークンドを自分を育てるって感じかな。ズッスカー、さようなら。お元気で。皆様もね、ぜひお越しになってみてください。どこも素敵なところばかりでした。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。